美女の帰り道は。聞こえねえのか、ディオ、ディオ、うっはっ、うっはっはっは。ここへ来い、ディオ。聞こえねえのか、ディオ。なんだい父さん、薬かい？いや、薬はいらん。醜くってずる賢くって母に苦労をかけて死なせ、最低の父親だったぞ。一番の金持ちになれだと、ああなってやるとも。お前の遺産受け取るぜ。一人でも生きられるが、利用できるものは何でも利用してやる。だからこのジョースターとかいう貴族を利用して誰にも負けない男になる。クズめ。この人形買ってもらったのか？お前の親父、やぶ医者のくせに儲けてっからな。よし、人形の服を脱がせてやるぜ。あそこが本物と同じかどうか見てやる。やったな。
Yeah.